イコは私にとって自分の人生を生きることできるかどうか。だから生きることはフランス語の vivre、英語の to live、 当たり前なことなんですけど、自分の人生を生きる vivre sa vie、 他の人の人生じゃないこと、 to live your own life、 vivre sa vie、 これは私にとって成功ですと思います。そしてこの生き方できると結局ポジティブなこと多くなるし、周りのためにも素晴らしいし、自然で自分からどう言えばいい、オーラみたいに出ると思います。だから成功はどう言えばいい、何持ってるとかそうじゃなくて、自分で本音で生きるかどうかはもう成功と思います。続きはハイフライヤーズで。